ドイツで発見された後期旧石器時代のものとされる獅子頭の勝率像ライオンマンはドイツで発見された後期旧石器時代の造下彫刻であるこの獅子頭の造下彫刻はまずライオンマン次いでライオンレディーと呼ばれたこれは世界最古の動物継承の彫刻であると同時にいわゆる彫刻として知られる最古のものの一つであるこの彫刻は動物に 人間の性質を擬した、擬人化であると解釈されているが、神の表現である可能性もある。発見されたのと同じ地層の放射性炭素年代測定により、この勝率像は約3万2000年前のものとされている。これは考古学上、オーリニャック文化のものとされている。この像の断片は1939年に、 ドイツのシュバーベンアルプのローネタールにあるホーレンシュタイン、シュターデルの洞窟で見つかった。しかし、第二次世界大戦が始まったためにそれは忘れ去られ、再び発見されたのは30年後だった。最初の修復によって、頭部のない人型の勝率像であることが分かった。1997年から1998年にかけて、 彫刻の残りの断片が見つかり、再構築された頭部が取り付けられた。彫刻は高さ29.6センチ、幅5.6センチ、奥行き5.9センチである。角石でできた石製ナイフを使い、マンボスの造下から刻み出された。左腕に横方向の曲がった線が7本平行に刻まれている。動物的な特徴としては、ライオンの頭部、すらりと長い体育。 獣の後足のような腕が上げられる。人間的な特徴としては、人間的な脚部と足、直立して伸びた背筋が上げられる。当初は、この彫刻は、ヨアキム・ハーンによって、男性像とされていた。後に見つかった残りの破片のいくつかを検討した結果、エリザベートシュミは、彫像がホルンラウィンの頭部を持つ女性であると判定した。ただし、いずれの解釈も、 科学的裏付けを書いている。ヨーロッパのホラーアナライオンは私有とも、アフリカのオスライオンが持つようなはっきりした縦紙を持っておらず、彫像に縦紙がないからといって、メスライオンだということはできない。近年では、この昔の彫像をライオンマンよりは獅子頭の勝率像と呼ぶようになった。現在のドイツ名ローエンモンシュライオン人間という意味に近いは、 中性的なものになっている。この彫像の解釈は難しい。この彫像は、フランスの洞窟壁画といくつかの共通点を持つ。しかし、フランスの壁画は、このドイツの彫刻より数千年時代が新しいものになる。この異物の存在が知られて、以降、同地域の別の洞窟において、他の動物の彫像や何本かのフルートとともに、同じ様式だが、 やや小ぶりの獅子頭の彫像が一個見つかった。このことは初期の後期旧石器時代の神話においてこのライオンの彫像が重要な役割を果たしていた可能性を示唆する。ライオンマンはドイツのウルムにあるウルム博物館で見ることができる。ありがとうございます。